うん、でも実はやっぱ何なさってるのかなってこう話聞いてても全貌が見えてこなくて、うん、今やってることは、はい、家借りて、はい、誰でも来ていいよって、うん、言ってるだけ。なんか本当に結構なんだろう、不登校の子に特化してるとかじゃなくて、超いろんな子して、あ、そうそう、だから誰向き、あの不登校学校行けない子のために開けましたよとか、うん、なんだろう、働きたいけど働けない若者のために開けたよとか、うん、あとなんだ、なんか病気があるから障害がある人のために開けたよとか、うん、高齢者の居場所のために開けましたとか、うん、っていうアナウンスの仕方は一回もしたことなくて、うん、単純に家借りて、はい、おるから、はい、よかったら来たらみたいな感じでずっとやってるだけ、うんうんうん、へえ、そうそうなんですね。そうなのよ。一番最初なんかこうどういうきっかけがあったんですか。まあ一番最初のきっかけは、はい、まあ俺も普通にサラリーマンで塾の先生やってたんだけど、へー、サラリーマンで塾の先生やってて、まあ会社からサラリーマンだから、うん、まあ、利益上げろって言われるよね、はい、で塾業界の利益の上げ方は子供に勉強教えて成績上げて、うん、志望校に何人受からせたって実績作って、うん、その実績をチラシに売って、うん、そのチラシを見て生徒が入ってきて、うん、そして利益が生まれていくんだ、うん、でまあ真面目な若者だったから分かりました僕頑張りますと思ってやってたんだけど、はい、まあでも塾業界ね、まあまあその理屈は分かりながら働いてても目の前にいるのは普通に子供たちやんね、うんうん、で子供たちの話聞いてると別に勉強したい子あんまりなくて、うん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 、どっちかっていうとなんか無理やり連れてこられたみたいな、ああなるほど、うん、とか子が結構多くて、うん、中にはもっとねなんか死にたいんだみたいな子もいたし、塾に来てて、そうそう塾に来てて、うん、あ塾に来ててっていうか普通にね日常的になんか死にたくなる時あるんですけどとか、うん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 、学校に行きたくない、いじめられてるから行きたくないんだけどでも行かなきゃいけないって言われるからみたいな話とか、うんうんうん、まあ、仲良くなるとそんな話が出てきて、うん、そういやなんか勉強教えるっつうかこっちの話聞こうが大事やねみたいな話になんとなくなってくるね、でまあ、そういう話ばっかり聞いてると、まあ、もちろんこう利益率っていうのはうちの俺が担当してる教室はそんなによくなくなって、うんうん、で会社から怒られて、うん、まあ、何やってんのみたいになって、うん、そう、いやいやねえ、うん、こんな話なもんですからさ、うん、みたいな、うんうんうん、だからいやそれは会社としてやることじゃないよねって言われたから、はあ、じゃあやめますって言って、うん、そうそう、なんかそれをまあまあいやなんか勉強するとこだからそんな話は聞けないってやろうと思ったらできたんだろうけど、うん、なんか多分俺それじゃ具合が悪くなりそうで自分がね、そう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 これは良くないと思って、でもかといって会社の文句言いながら自分がやりたいことをやり続けるのもなんか違う気がするから、うん、もうすっぱりと、うんうんうん、そうそうやめます、やめて、そうなるで、さっきもねあれだけど、うんうんうん、27とかだったから、はい、結婚考える年とかあったから、うんうん、富山に行きますって言って、はい、で富山でじゃあ見知らぬ土地だから仕事せないかんと思って、うん、そうですね、で多分もともとの性格がすごいわがままだから俺多分ね本当に普通に勤め人が向いてないそもそもはそもそも向いてないからあじゃあ自分でやるしかないやろうと思って、じゃあ塾、そうそう、で自営業で塾を始めたの。あ、そうなんすね。でもともとこっち来て塾を始めて、でまあまあそういう話聞けたらいいなと思ってたから、うんうん、そういう話も聞く塾やろうと思って、うんうん、でやり始めると、まあ、やっぱり不登校の子が増えてきて、うん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 、そうそう、あそこの塾は不登校の子が行きやすいんだみたいなね話になってきて、うんうんうん、で不登校の子来始めて、で不登校の子が来始めたらもうちょっと、ね、年が上のうちの子30歳なんだけど、うんうん、ずっと家に引きこもっててみたいな、うんうん、で宮津さんのとこちょっと邪魔ならんとこに置いといてくんないみたいな話とかも来て、うん、これ来るもの拒まずだから、うんうん、別にいいよって言ってたら、うんうん、ね、で一人受け入れたらあそこ大人もいいんだみたいな話になってきて、大人の人もワンサが来て、そうでこれなんだこれ塾なのか何なのかよく分かんなくなってきたなと思って、うん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 、でまあまあ行き場所ない人って世の中結構いっぱいいるのねってやつがなんとなく分かったから、うんうん、じゃあ一軒家でも借りるかって言って始めたの。あ、じゃあそれまではこうなんていうかアパート一室借りてみたいな。あ、そうそう、未だにやってるけど、そうそう、あのビルの中の一室借りて塾やってる。あ、今もやってるんですね。今もやってる。あ、へえ。そっか、じゃあある意味それも住み分けというか、あっちはまあ塾でこっちはそうみたいな。そう、うーん、でも最近向こうに移動するのがめんどくさいからこのままここで勉強やってるからそうなんすね。そうそう、こっち来てって。そう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 、あ、そっかそっか、へえ。
そうなの。なんかまあ大したあれじゃないですけども、その塾の対象は小学生という中学生とかって、うん、基本的に小中までだったら聞かれたことに対して答えるよってやってんだけど、うんうん、まあ気がついたら高校生もいたし、大学生、大学生もいたし、大学生もいた、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 引きこもりがちだからっつって、おらしてくれって。あ、そうなんですね。別に何も教えることないよっつって、いや、もういる、させてくれるだけでいいやっつってね。うん、社会人の人もいたし、うんうん、同じ理由でね、はい、家に行っても、でも気がついたら子供に勉強教えてくれるようになったりとかして、あ、その人たち同士でね。そうそう、もうこれは俺は楽になったぞと思ってたんだけど、まあでも一個具合が悪いやつが、うん、みんなそんな感じの背景の人たちやから、はい、事あるごとに、いや宮田さんのおかげで外出れるようになったよとか、うん、宮田さんがいないと会わなかったら俺はずっと引きこもってたよとかってよく言われてたんだけど、うん、まあ嬉しい気持ちもあるんだけど結構プレッシャーでね、うん、それが、あ、なんかね、そんな宮田さんだけだよ分かってくれんのとかって言われるけど、うんうん、なんかじゃあ俺が不用意に何か言ったら宮田さんも信じられないっつって引きこもられても俺何の責任も取れんから。なるほど。そう、いやだいやだ、そんな責任取りたくないと思う。これから手放してこいつらと思って。で家借りて誰でも来ていいよっつって、あと勝手に仲良くなったら、うん、そいつ仲良くなっていいじゃんそれで、うんうん、っていうノリ。あ、でここが生まれたわけ、ね、そうそうそう、それが言ったら9年前としてた。そうやね、2011年、うん、だから震災の年だよね。うんうんうん、で誰でも来ていいよ。でも元からじゃあその引きこもりの人とか俺とつながりある人がいたから、まあ、そういう人から来始めて、うんうん、そうそう、 あとなんか僕みたいな人でもいいんですかみたいな人とかも全部好きにしたらって言って、どん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 仲入れてったら、うん、なんか回ったよっていう。で実際9年続いてるわけですもんね。そうだね、すごいな。で来る人はやっぱ、でもとはいえやっぱし子供が多いんですか。うん、昼間子供が多くて、だいたいね4割ぐらいは子供。あ、でも4割だけ。うん、半分まではいかんと思う。あ、そうなんだ。で今日もね午前中一人相談に来てた人、はい、いたでしょ、はい、あの人は今日何しに来たか、今日初めましての人なんだけど、はい、何だったのかって言ったら息子が家庭内暴力で暴れててどうしたもんかっていう話を。へえ。別に俺そういう話を聞くスペシャリストでも専門家でも何でもないんだけど、うん、なんか結構間違われてて引きこもりとかの相談は宮田にするといいみたいな。そう、なんかこういうのもでも最初からそういう相談乗りますよって言ってたわけじゃなくて、うん、一軒家開けてたらなんかいろんな人が来て、その中にたまたまうちの子引きこもってて実際暴れててみたいな人が来て、うん、まあそういう話してると、まあ、人として話聞くじゃんね、うん、あ、そうなんみたいな、うん、できることあったら手伝うよって言って、はい、じゃあ家で暴れてるっつうから、じゃあうち行っていいみたいな話になって、うんうんうん、でまあうちに行ってそいつと話して、なんで暴れるんみたいな話とか普通にしてたら、うん、まあ仲良くなって、うん、そうで気がついたらだんだん暴れなくなってってみたいな実績がこうたくさんできてくると、まあ各いろんなとこで、いや宮田さんのとこ行ったらなんかこうなったよみたいな話になって、なるほどと、この家庭内暴力の相談はあそこに行ったらどうですかみたいな行政も言うようになってきたみたいな。あ、行政も。あ、そう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 、大体ここにそのなんか困りごとある人を送り込んでくるのは大体行政の人なの。あ、そうなんですか。そうそう、じゃあ結構なんですか、こう行政とのこうやり取りがあったり。めちゃめちゃ多い。 あるんですね。あ、多い多い。あ、じゃあなんだろう、こう行政からこう支援もあったりするんですか。全くない。それはないんですか。ないね。もうただこう送り込んでくるみたいな。そうそう、あ、でも、うん、なんかほらいろんな人が来て、でやっぱりね困ってる人が多いんだよね。なんかね、じゃ例えばね、行政から送り込まれるのが結構ね貧困の人が送り込まれることが多くて、ほう、なんか生活保護課、うんうん、生活保護支給してんだけど、なんか月半ばぐらいで全額なくなった人とか、うん、人がいるんだって。ほう、パチンコとか行ってんだけど、うんでもやっぱ役所としては、まあ、パチンコ行ってたからもうダメだよとかって言いたい気持ちもあるけどなかなか言えないわけよね。で窓口の人は全額なくなっちゃったんです、うん、残り半月どうやって生きてったらいいんですかって相談来るわけね。もう困るよね。うん、あげれるものをあげてるし、うん、で悩んだ役所が出した答えは、そういえば人の間って誰でも来ていいとこだったって言ってみたらね。マジっすか、すごいな。そうそう、でも一番最初もっとひどかったからね、うん、一番最初俺の携帯番号を渡してたからね、役所が。へえ。そう、個人携帯番号配ってたんで。そんなことやってへんね。いやいや、俺じゃなかったら大問題になってるよ。そうね。まあでもそれもあんまり文句言わなくって俺は。うーん、まあちょっと困るからそれはちょっとやめてってやつと、うんうん、まあ送り込んでくれても全然いいけど、
なんかこういう人が行くからっていう情報が一つないと、うんうん、ほら俺いなかったりしたら大変じゃんみたいな話とかね、うんうんうん、いやそうまあそういう感じでやり取りずっと続いてって、うん、でやっぱり未だにこうなんか困ったって人だったら役所を送り込んできて、でそれに対してここでできることはやるよっていう、でさっきのほら話出てたそのめっちゃ飯食う おばちゃんとかもそんな感じで送り込まれてきてて、うん、でやっぱりこう飯ね、やっぱ金銭的にかなり困窮してで食べ物くださいって来る、で最初は余ってる食べ物をここで集めて、集めたものをこれ好きに持ってきなってやつやってたんだけど、うんまあ、結構そういう人多くて数も頻繁だから、もうきりねえから月水金はみんなで飯食おうってことにして、うんうん、みんなで晩ご飯食うようになったの。へえ。でそれあるから役所の人にもそれ伝えて、なんか困ってるって言ったら月水金みんなで飯食ってるからおいでよって伝えといてって話をして、うんうん、でそういう人がちょいちょいやってくるっていう。でもこれは最初からそういうことをやるためにやりますってことじゃなくて、うんまあ、気がついて開けてたらそういう人が来るようになったから、うん、じゃあそれに合わせてじゃあそうするかみたいな話をどんどんやってるっていう、うんうん、で行政からの支援は全くないけれども、うんうん、逆になんか助かることも結構あって、例えばその行政ルートじゃなくって、うん、ここにはその貧困な人が結構来ててなんかっていう噂を聞きつけたホームレスの人とかが単身で訪ねてくることとかあるのね、はい、あのこう食べ物くれるんですかみたいな、はいはいはい、話を聞いて、で飯食いながら大変だね役所に相談したとかって話してると、いや別に役所に行ってもあのうまく取り合ってくれなくてみたいな、うんうん、働けんのって言ったら、いやちょっと腰やっててなかなか働けなくてとか、家あんのって言ったらありませんみたいな、じゃあ生活保護とか申請してやり直したらいいじゃんって言うけど、あの生活保護課に相談行ったんだけど、いやもうちょっとできることあるでしょうとか、あの家族とかいたらそこの人と養ってもらえないか当たってみてくださいっつって追い払われたみたいな、うん、あそうなんつって、でだから一人で行ってもどうあれなんでって言うから、じゃあ俺と一緒に行くかっつって、で俺と一緒に行くと割と生活をすんなり通るっていう。あそうなんですか。で向こうからしてみると、いやいつもお世話になってますみたいな感じだから。あなるほどね。でもなんかいろんな支援、あの民間の支援やってる人たちも結構いて、うんうんうん、でその人たちもなかなかあの一緒に行ったりもするんだけど、うん、生活保護なかなか取れなくってみたいな話結構あるんだけど、うんうん、降りると結構すんなり通る。マジで。そうそう、行政の信用をやっぱ得てるんですね。そうそう、でそれをするとなんかまた実績勝手に出来上がるわけね。なるほど。なんかそんな大したことをやってるつもりもないんだけど、うん、あそこは貧困のことにも取り組んでる素晴らしいところだみたいな勝手に勘違われてって、うんうん、さっきの家庭内暴力もそうだよね、はい、引きこもりもそう、引きこもりのことといえばあそこに行けばなんとかなるとか、うんうん、あと DV の支援とかっていうのもあそこはなんとかやってくれるとか、うん、なんかあの暴力受けて逃げてきた人じゃあしばらく住んだらいいじゃんとか言ってるからさ、あただそういう実績だけが勝手にこうできてきて、でそれは勝手にいろんな人から見たら、いやいろんなとこに対応してすごいところだねみたいな感じになってきて、うんうん、でその噂が回り回ってテレビ局とかに行ってなんか特番とか組まれて、で特番とか組まれて放送された、全国で放送されたんだよ。すごいっすね。 NHK1 時間そうだって家開けてるだけなんだけどね。で NHK で1時間の放送全国流れて、で全国流れたらまたすごいとこだねみたいな話になって、テレビの力がね。そう、でも別にそんな特別なことやってないの、本当に一軒開けてただたくさん人が来てなんか話普通に話してこれ困ってるっつったらじゃあできることやるよっていうのをこうずっとただひたすらやってるだけで勝手になんか褒められる、チヤホヤされる。でもやっぱ話聞いたらやっぱこうなんだろう、自分が今まで会ったことのないタイプの方がこう話聞いてると多いから、うん、まあなんだろうちょっとまあ怖いなとか、うん、なんか子供もいて大丈夫かなってやっぱちょっと思ったりは。ここなんてだって365日24時間ずっと鍵開けっぱなしなの、うん、あそうなんすね。で誰も住んでるわけでもないし、うん、あスタッフみたいな人がいるわけでも別にないし、うんうん、けどあのやむを得ない事情で住んだりする人結構いるの、はい、今はね、うん、ちょうど昨日で全員いなくなったけど、あへえ、あの今年の頭、あ、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっと前5月までここ3人住んでたから、あ結構もうシェアハウスみたいな感じになってる。うん、もうしかも誰一人家賃払わないけどね、あ金銭的に困ってる。一人ホームレス、はい、1人あの家に帰ったら大暴れするやつ、暴力振るやつ、二十歳のやつね、とあと少年院から出てきてあの児童養護施設で育って窃盗癖がすごくって、うん、少年院入って出てきても金もなんか金もなんだ家族もいるわけでもないし、うん、みたいな、
でどっからスタートしていいか分かんないって言ってるやつ1年間住まわしてて、うん、そうそうっていうようなやつらが勝手に住んでたりするの。でもその、うん、じゃあそういうやつが住んでるから夜常駐のスタッフがいるかって言ったら誰もいないし、うん、なんならそいつらが俺が朝来たら夜中誰か来ましたよみたいなあそうなみたいな、電話なったから電話出てきましたとか、なんかでもその3人で何かこういざこざがあったりとかも大丈夫？ああ全然ないね。あそうなんだ。うん、なんか今までいろんな人泊まったりするんだけど、はい、なんかいっぱいいたよ。なんかヤクザ、元ヤクザとかね、あの人殺ししたこともあるみたいな。へヤクザとか泊まらしたこともあったけど、はい、で子供たちも普通にいたけど、でも飯食いながらみんなにはちゃんと説明すんの、うん、あの元ヤクザだよっつって、うん、人殺したこともあるんだってみたいな説明そう説明、いやなんかこそこそすんのが一番良くないからさ。あーなるほど。いやじゃあみんなには黙ってくんでみたいな、あやってなんかここにいる子たちとそのおっさんはちょっと離れたところでってやるのって俺逆に危ない気がして、はあで一番最初ここに来た時に俺が先に説明話聞いて、うん、なんでどうしたのって、元ヤクザなのって、なんで薬剤になったみたいな話から、うん、そう人殺したってことあるって聞いたけどなんでとかって話も聞いて、そうそう、ああそういうことなのねって俺が納得して、うん、じゃあここに住むかどうかってのも別に俺が決めることじゃないから、うん、だからみんなが嫌だっつったらダメだからさ、うんうん、まあ、とりあえず今から飯食うから一緒に行こうっつって、うん、でみんなに行ってみなって話すの、うん、普通にで俺が説明するよね、うん、人殺したことあるんだってみたいな、うん、で子供たちも怖ーみたいなやんね、まあそうっすよねでなんでかとかっていうのも自分でこう話して、うん、そうそう、したら勝手にヤクザとかと仲良くなってって、下の子たちもね、うんうん、怖ーみたいな話とか、うん、住むって言うけど別にいいよねみたいな話したらいいんじゃないみたいな、そうなんかそんな感じ。へえ別に何も難しいことしてない。そうなんだ。だからどっちにとってもいいことだよね。本当ですね。ヤクザの人も、うん、なんかいや僕みたいな人間、一番最初はいや俺みたいな人がいたら子供を怖がらせちゃうから、うん、あのダメだと思うとかって言ってたから、うん、いやもうその発想がめんどくさいと、うん、でそれでこそこそしたらまたなんか悪い方をやるやろっつって、はあはあ、もうちょっとちょっと信じてみたらいいやんけみたいな。なるほど。実際聞いてみたらわからんやんって話をして、うん、そうだからここの子たちがね、あの一緒にここに生活し始めるわけじゃないですか。その人住んで子供たち日中来て、で一緒に飯食う機会もあって、でそうするとやっぱ家庭仲良くなって、うんうんうん、そうで、あの気がついたらそのヤクザのことバカにし始めたりし始める、ね、子供、うんうん、そうそう、なんかそのヤクザの人がじゃあいつもご飯作ってもらってるから今日僕作りますみたいな、うん、で ありがとうっつって、で台所で包丁持ったら子供たちがうわ怖っみたいなヤクザが包丁持ってるとか一人騒ぎ始めたらまた他のやつみんながね、そう誰殺すんすかとかでたまたまウインナー持ってたから指やんみたいなそうやな、そうお前らよくやんなとかって思いながら見てたんやけど、うん、でもよくよくそれが終わった後そのヤクザのおっさんに話聞いてみたら、うん、新鮮だったって言ってて、ほう、あの自分の人生でいじられるみたいな経験っていうのはまずなかった。へえ。てか自分があの周りを威圧するようにやってきたから、うん、そう。なんかみんな自分と話すときなんか当たらず触らずみたいな感じでやったんだけど、はあはあ、ここはそれがないからこんな感じで人間と接したのは生まれて初めてかもしれない。すげえな。偉く感動しとってね。うんうん、よかったね。しかも俺はするだけって。ああそうなんだ。なんかこそこそするから良くないんじゃないの、なんかもうちょいこう、正直に行こうぜみたいな。うーん、でもなんかまあいろいろ問題もあるけどね、もちろん、うんうん、窃盗犯止めてやっぱりここで窃盗していなくなるとかってやつもざらにあるし、ああるな、うんうん、でもなんかそれでもここにいる人たちはまあまあそういうこともあるよねみたいな感じで受け止めてくれる人が多くて、うんうんうん、そう、まあ最初はね、いや、 やっぱり窃盗犯怖いみたいなことを言う人もいたけど、うんうん、でもなんかよく考えたら物盗まれてもそんな困らんくねみたいな話とか俺がずっと続けてたから、うんうん、まあ確かにみたいな。でそれだけじゃなくて、まあ、窃盗犯それでも止めるわけよね。物盗んで痛い目あってもまた次の窃盗犯が来た時に、うん、まあ、困ってるから住まわせようぜって言って住まわせるわけじゃんね、うんうん、そしたら中にはね、あのとてもこういい人が、うん、あの本当に皆さんのおかげであのやり直すことができましたって言って、はいはい、なんか出るとき泣きながら出ていく人とかも出てきたりとかしてると、うんうんうん、なんかここにいる人たちもなんか良かったねみたいな気になって、あ、そうそう、なるほどな、窃盗犯イコール怖いとかじゃなくて、うんうん、まあまあいろんな人いるでしょっていう、うん、
なんかそういうの見てると面白いよ。そうなんだ。